こんにちは、ゼロ戦大好き、ゆっくり霊夢です。こんにちは、エンプラ大好き、ゆっくりマリサだぜ。今回は、海空戦南太平洋1942というシミュレーションゲームを紹介するぜ。シミュレーションゲームって何？という人はこの動画見ていないと思うので、説明は省略するぜ。海空戦南太平洋1942は、太平洋戦争時における、日米空母同士の戦闘をテーマとするシミュレーションゲームだ。太平洋戦争で、日本海軍の空母機動部隊が米海軍と激しい戦いを演じたことは、霊夢も知っているな。珊瑚海海戦とか、ミッドウェー海戦とかだよね。そうだぜ。海空戦南太平洋1942は、そういった空母対空母の海戦を扱ったシミュレーションゲームだ。私、以前に日本機動部隊というゲームをプレイしたことあるけど、それとはどう違うの？扱っているテーマは、ほぼ同じと言ってよいぜ。一番の違いはゲームの細かさと難易度だぜ。例えば日本機動部隊では、水上偵察機や長距離飛行艇が省略されているが、海空戦南太平洋1942では、水上偵察機や飛行艇はもちろん、水上戦闘機や観測機も登場する。水上戦闘機？なんだか楽しそうね。水上戦闘機だけではなく、水上規模艦なんかも登場する。写真右は特設水上規模艦上川丸だ。この船が珊瑚海海戦シナリオでは、結構重要な役どころだったりするんだぜ。特設水上規模艦なんて、なんだかワクワクするわね。コンポーネントの説明に入るぜ。最初に断っておくが、海空戦南太平洋1942は同人ゲームだ。だからメーカー製のゲームに比べると、コンポーネントの質は劣る。ひょっとして、コマを自作するとか、しないといけないの？いや、そんなことはない。コマ、シミュレーションゲームではカウンターと言うんだが、カウンターの質はメーカー製のゲームに劣らない。カードとか、チャート類の紙質がやや劣るといったところだ。プレイに支障はないので心配は不要だ。それでは、まずカウンターからだ。カウンターはこんな感じだ。同梱されているのは、16mm カウンターシートが2枚、12mm カウンターシートが1枚だ。これが1枚目のカウンターシートだ。16mm カウンターが198個だ。拡大すると、こんな感じだぜ。わぁ、日本海軍だ。俺的には、エンプラがしっかり入っているのが嬉しいぜ。アメリカの空母は、同型艦でも微妙に数値が違うのね。エンプラとホーネットが違うとか。霊夢、いいところに気づいたぜ。このゲームでは、同型艦でも性能が同じとは限らない。特にアメちゃんは、この時期、ボフォース 40mm 機関砲という傑作兵器を導入しつつあった。またレキシントンとサラトガのように、同型艦でも一方が早期に戦没したため、対空火器の強化がなされなかった例などもある。軍艦のコマが意外とシンプルね。細かいゲームと聞いていたから、もっといろんな数値があると思っていたわ。数値を見ただけで、数値の意味がわかりそう。左下の数値は多分砲撃力でしょ？だってヤマトが一番強いじゃん。その通りだぜ。次は2枚目のカウンターシートだ。こちらも 16mm カウンター198個だ。わぁ、こっちは飛行機ね。そうだぜ。ちょっと拡大してみるぜ。A6M2、わぁ0戦だ。飛行機は船に比べると数値が多いわね。左中段の数値は空戦力かしら？0戦が7で、F4F が6だから。その通りだぜ。他にも、こんな飛行機も入っているぜ。E13A とか、F1M とかは、さっき話した水蒸気だ。ハドソンとか、P39 とかも入っているのね。オーストラリア空軍とかも出てくるのかしら？もちろんだぜ。これが3枚目のカウンターシートだ。こちらはやや小さい 12mm サイズが264個だ。こちらはいわゆるマーカーというやつね。そうだな。で、これがメインマップだ。1ヘイックスが実際の30海里に相当する。うわぁ、結構広い。珊瑚海海戦とか、南太平洋海戦とかを5つのマップ上で再現するから、これぐらいの広さが必要になるぜ。実際に海戦が起こった場所だけではなく、それ以外で両軍の機動部隊が起動できる余地を残しておかないと、ゲームとして機能しないからだぜ。拡大してみたぜ。両軍の激戦地となったガダルカナル周辺だ。よく戦史で見る地図ね。だけどマリサ、この地図だと珊瑚海海戦や南太平洋海戦はプレイできるけど、ミッドウェー海戦はプレイできないんじゃない？日本機動部隊には、ミッドウェー海戦用のマップが入っていたわよ。霊夢、いいところに気がついたな。実は、このゲーム、単独ではミッドウェー海戦はプレイできないぜ。そういえば、さっきのカウンターにも、赤城とか加賀とかが入っていなかったわね。そうだぜ。ミッドウェー海戦をプレイする場合には、別の拡張キットが必要になる。そのあたりは後で説明するぜ。どんどん説明するぜ。これは航空戦ボードだ。主に航空機が絡む戦闘を解決するためのものだ。これは水上戦マップ。水上戦闘が起こった場合に解決するマップだ。水上戦が起こると、この小さなマップ上を軍艦が走り回るの？ちょっと面倒くさそうね。まあ、水上戦闘なんてほとんど起こらないから、あんまり気にしなくてよいぜ。それに管理水上戦闘ルールというのも用意されているから、面倒だと思ったら、そちらを採用する手もある。これは艦隊ボードだ。
両軍の艦隊を編成するボードだぜ。日本機動部隊にも艦隊編成シートがあったけど、あれみたいなものかしら？そうだぜ。これは航空基地ボードだ。両軍の基地航空部隊をここに配置する。大きな四角が航空基地1箇所を表す。結構、航空基地が多いのね。どんどん行くぜ。次は共用記録ボードだ。ターントラックとか、VP 記録に使うものだ。右端にフェーズトラックがあるのは便利だね。これは索敵マップだ。空母戦ゲームでの問題点として、しばしば語られるのは、いわゆる逆探知問題だ。索敵する側が自分の位置を明らかにしないと、索敵行為が成立しない。だから索敵することで自身の位置を暴露してしまう。という問題ね。そうだぜ。この問題は手間をかければ解決できなくはないが、索敵の手間ばかり増やすと、何のためのゲームかわからなくなる。日本機動部隊はダミーを使うことでシンプルに解決していたわね。ダミーシステムは、ゲームとしての許容範囲内で空母戦における索敵の不確実性を再現できる優れたシステムだ。しかしダミーシステムは、必然的に敵が存在しそうな場所敵が存在しないところが何もしなくてもわかってしまう。そのために索敵という行為が、攻撃を行うための事前条件としての意味しかなく、敵の意図や行動を探るといった索敵本来の意味付けが弱い。そういった問題を解消するためには、対象の位置がある程度判明しているダミーシステムではなく対象位置不明のシステムが望ましい。敵情を完全に不明にした状態でのゲームを、ブラインドサーチ方式と呼ぶが、海空戦南太平洋1942では、このブラインドサーチ方式を採用している。そして、ブラインドサーチ方式での逆探知問題を、ゲームとして許容可能な範囲の手間で解決したのが、この索敵マップだ。どういうからくりなの？それを話すと長くなるから、その説明は次回以降にとっておくぜ。次はゲームカードだ。プレイに使うチャート類が A3 両面1枚に収められている。A3 歩1枚で収まるというのも結構すごいわね。以前は A4 両面1枚だったが、字が小さく読みづらいということで、バージョン 2.0 からは A3 に拡張するそうだ。こんなところにも、シミュレーションゲーマーの高齢化が。次は索敵カードだ。枚数は48枚だ。名刺印刷用紙にプリントアウトしてあり、ちょっと安っぽく見えるところだ。まあ実用上は問題ないがな。このカードは索敵を解決する際に使用する。カードを使用することで索敵解決がスピーディーになっている。日本機動部隊ではきっと使っていたわね。次はルールブックだぜ。ルールブックは合計58ページだ。58ページ？とても読めないわよ。そんなの。58ページといっても、選択ルールを除けば44ページだ。それにルールブックはフルカラーで、詳しい図解入りなので、長々と文章だけを読むわけではない。まあ、そう入っても読むところは結構多いのは確かだがな。今後、解説動画を増やしていき、ルールを読む際の手助けにしていきたいと思っているぜ。次はシナリオブックだ。こちらは表紙、目次を除いて27ページだ。ただし後半3ページはコピー用の記録シートになっている。余談だが、この記録シートは、バー 1.0 は別印刷であった。バー 2.0 でシナリオブックに閉じ込まれることになる。シナリオの数は戦術シナリオと、作戦シナリオに分かれる。戦術シナリオは8本、作戦シナリオは7本だ。戦術シナリオとは、戦術レベルの戦闘を再現したシナリオで、例えば航空機の編隊が艦隊を攻撃する場面や、艦隊同士が撃ち合う場面を再現する。戦術シナリオは単独のゲームとしても楽しめるが、作戦シナリオをプレイするための練習としても利用できる。戦術シナリオをプレイするだけなら、ルールの一部を読みだけで OK だぜ。私、戦術シナリオだけでお腹いっぱい。と入っても、戦術シナリオは所詮練習用。海空戦南太平洋1942の真の魅力は、作戦シナリオにあると言ってよいぜ。作戦シナリオで用意されているのは、ここに示した計7本だ。一番最初にプレイするのなら、比較的短時間でプレイ可能な、OP2。空母同士の対決がおすすめだぜ。ちゃんとプレイするのなら、OP3。サンゴ海キャンペーン、OP5。第二次ソロモン海戦、OP6。南太平洋海戦あたりがおすすめだぜ。OP7。第三次ソロモン海戦は、特別ルールが多い割に、空母戦にはなりにくい、ちょっと異色のシナリオだ。純粋に空母戦を楽しみたいのならあまりおすすめできないが、ちょっと変わったシチュエーションを楽しみたいのなら、おすすめできるシナリオだぜ。あと、バージョン 2.0 で新たに追加されたオプションとして、いくつかの作戦シナリオでランダム設定を導入できる。これを使うと、例えば第二次ソロモン海戦に戦艦ヤマトを登場させたり、南太平洋海戦に F4 ユーコルセアを登場させることができるぜ。ちょっと待って。ヤマトはとにかく、F4 ユーコルセアって、それはちょっとやりすぎじゃない？霊夢、何を言っているんだ？ F4 ユーコルセアのガダルカナル進出は1943年1月だぜ。その3ヶ月前に試験的に空母運用されていた、という設定はあながち空想とも言い切れないぜ。少なくとも、烈風やシナノがマリアナ沖海戦に間に合って、ヘルキャットをバタバタ撃ち落とす、という設定よりは、全然現実的だと思うぜ。コンポーネントの説明は以上だ。
次に関連作品の説明だ。まず最初は海空戦ナンバー1。これは雑誌形式の読み物で、空母の歴史、プレイの例、戦術指南、各シナリオの指針、リプレイなどが掲載されている。比較的廉価なので、ぜひ手に取ってみてほしい一冊だぜ。次は海空戦ナンバー2。こちらは単なる読み物ではなく、マップ、カウンターシート、追加シナリオが入った拡張キットだ。追加シナリオの中でもおすすめなのが、OP10。東ソロモンキャンペーンだ。これは、基本セットの OP6。第二次ソロモン海戦を拡張するもので、同時期に行われた東部ニューギニア、ラビ攻略戦を追加するものだ。この追加によって日本側にラビ攻略部隊が加わり、またオーストラリア空軍の P40 戦闘機も登場する。ヤーボ的に運用される P40 の活躍を堪能できるシナリオだぜ。また、やや地味だが OP11。ビスマルク海海戦もおすすめだぜ。日本軍が輸送船団をニューギニアに送り込み、それを連合軍の航空部隊が阻止するというシナリオだ。両軍とも空母が出てこない異色の設定だが、日本軍は陸軍航空隊のハヤブサや救急軽爆が登場。連合軍もアメリカ第5航空軍の B-17、B-25、A-20、さらにオーストラリア空軍のボーファイターなども登場するぜ。なんか渋いわね。輸送船団を空から叩くだけの一見単調なシナリオだが、それがなかなか色々と策があって面白いぜ。比較的短時間でプレイできるので、繰り返しプレイできる点も良い。海空戦ナンバー2には、追加カウンターが入っている。16ミリシート1枚、198個だ。わぁ、赤木や飛竜が入っている。これは真珠湾攻撃シナリオやミッドウェイシナリオ用に追加されたカウンターだぜ。真珠湾攻撃もシナリオ化されているの？真珠湾攻撃といっても史実そのままではなく、やや米軍の警戒レベルが史実よりも高かったと想定した、半仮想シナリオだ。日本海軍が海戦前に想定していた真珠湾攻撃だな。日本海軍のボロ勝ちじゃないの？いや、そうでもないぜ。むしろ史実における南雲機動部隊の置かれた厳しい状況を追体験できるようなシナリオになっているぜ。他には、追加シナリオで使用する SX9 空母や、F6F ヘルキャットなども含まれているぜ。マップはハーフマップの両面印刷だ。片面がさっき説明した真珠湾シナリオで使用するハワイ周辺海域のマップ。もう一面がミッドウェイ海域のマップだ。こちらは言うまでもなくミッドウェイシナリオ用だ。ところで、海空戦南太平洋1942は、どうやって入手するの？最初に言ったが、海空戦南太平洋1942は同人ゲームだ。入手方法は通販が基本になる。デザイナーのホームページに入手方法が記載されているので、参照してほしい。あと、ボードウォーク岡山というゲームショップでも取り扱っている。そちらから入手することも可能だぜ。ただ少し残念なお話がある。現在、海空戦南太平洋1942の本体は、絶版状態だ。それじゃ、今はもう入手できない、ってこと？いや、そうじゃない。現時点では絶版だが、現在バージョン 2.0 のデザインが進んでいる。バージョン 2.0 はいつ頃出版予定なの？まだ詳細は未定だが、デザイナーによれば、2022年11月には出したいと言っていたぜ。また、前評判が良ければ、バージョン 2.0 の出版を前倒しにする考えもあるそうだ。いつ頃？調子が良かったら、6月とか7月とか言っていたかな。逆に、この動画で反応が乏しければ、デザイナーがやる気をなくしてペースダウンするということ？その可能性もある。だから反応待ってます、とデザイナーが言っていた。というわけで、海空戦南太平洋1942の紹介は以上で終了だ。どうだったか？なんだか面白そうね。だけどルールが多くて私にプレイできるかしら？そのあたりはデザイナーも気にしていて、今後、解説動画をどんどん作っていきたい、と言っていたぜ。だったら、私にもプレイできそうね。では最後に。ご視聴ありがとうございました。それから、よろしければ、チャンネル登録、高評価お願いします。